利根坂にて義景と決別を果たした光秀は信長と共に近江へ向かい、浅井長政の本拠小谷城を包囲する。もはや頼るべき盟友もなく、孤立無援の窮地に陥った長政に対し、信長は最後の降伏勧告を行う。しかし長政は勧告に応じず、浅井家に嫁いだお市も織田家に戻ってこようとはしなかった。長政の覚悟に応えるべく、天下一新を推し進めるべく、信長と光秀は浅井との大一番に臨む。小谷城の戦い。やはり長政殿に降伏する気はないようだ。もう長政を討つしかねえってことか。お市と権六殿はどうするんだ。長政に加担するならば討つほかあるまい。様子はどうだ美月。ダメだ、二人ともこの前より思い詰めた顔してる。はあ、俺がやってきたことは本当に親父のためになってんのかな。俺たち忍びはきっちりと任務をこなすだけだ。それを積み重ねてりゃいつか織田殿も笑顔になるさ。そうだよな、ありがとう桃地さん。始末いたそう。信じているぞ利光。浅井をこの地で滅ぼす。二手に分かれ本丸まで進軍するぞ。長政殿に俺の覚悟を示す。天下一新阻ませはしない。さて景気づけに火をつけて進むか。先に目障りな敵兵を始末するぞ。親父たちに遅れないよう俺たちも進もう。邪魔する奴らは蹴散らしてやる。ついに織田勢が攻めてきたな。俺は絶対に負けない。よし一度下がるぞ。敵を迎え撃つ準備に入る。俺に任せろ。受けてみろ。兵を指揮する俺と信長殿いずれが引いてこの戦敵方の勝利と心得よ。圧勝して浅井に力を示さねえとな。味方の戦力承知した。気力がそがれないよう気をつけねえと。砦の制圧だったようだ。進軍を再開する。開門。敵だ。よしぶっ飛ばす。討ち死に。敵兵はあらかた片付いたな。よし砦に火をかけろ。開門。
砦、不自然に門が開いているな。見せてやる。探りを入れるべきか。もっと派手に燃やしてやろう。宝禄兵を出せ。開門。他にも手頃な砦があるじゃねえか。じゃんじゃん燃やしていくぞ。よし、あの砦を攻めるぞ。少しでも親父の役に立たねえと。行くせる。この砦を落とすのが我らの役目。ご助力を願いたい。クール君、夢のためこれは俺が食い止める。打ち死に。砦は落とせたな。忍びのみんなはここを拠点に使ってくれ。打ち死に。任されよ。待てよ。打ち死に。と隙を見せた。肩慣らしにもならぬ。引かせていただこう。よし、この間な。火をつけろ。開門。織田の軍勢が近づいてきた。これ以上進ませるわけにはいかない。開門。この程度戦果とは呼べぬゆえ。織田の者ども、ここを抜けたくば西綿を倒していけ。よう、お前死にに来たのか。抜けてみろ。俺はまだ強くなれる。刃を受けろ。見せてやる。よし、このまま本丸までかけよう。敵将、切り伏せた。信長殿の足を引っ張るわけにはいかない。速やかに進軍せねば。ここを絶対に通さない。兄様の思い通りにはさせないんだから。待てよ。一セブジか。俺も共に戦うぞ。やはり二手に分かれて攻めてきたな。隙を見せたな。地の利は俺たちにある。敵の背後をつけ。隙を見せたな。開門。ごめん、手の内を読まれていたか。別動隊が危ない。火星に向かわなくては。我らの出番だ。敵を撹乱せよ。撃ち死に。そろそろ。おらおや。長政様、失礼ながら御首頂戴いたしまする。さすが利光、割り切ってんな。だがむしろ戦いやすくてありがてえ。ごめん。そろそろ。おや。そろ。うがち抜く。私は諦めない。必ず兄様に勝ってみせる。隙を見せたら。敵将、始末いたした。あないの。見上げたものだな。
さすがに強い。だがまだ負けたわけじゃねえ。開門。本丸への道が開いた。進軍するぞ。俺に尋常に勝負いたせ。いざ参ろうぞ。敵の増援は北へ向かったか。ならば我らは迅速に本丸までの道を確保するぞ。開門。全てで俺の力の礎となれ。かなう相手ではなかったか。上々の戦果、あなたならも当然か。任せろ。不足なし、入れ。立てよ。受けてみよ。肩慣らしにもならねえ。フルはなんだか。耐えきれん。引かせてもらう。俺にまく。承知した。俺はまだ強くなれる。エタで終わる。アザイ勢の戦意は衰えんだ。だがここが正念場だ。ひるまず進め。開門。うんうん、思った通りの活躍だね。礎となれ。耐えきれん。引かせてもらう。光秀さんの強さ見習わないとな。任されよ。承知した。そら、隙を見せたな。隙を見せたな。敵将、始末いたした。引かせていただこう。俺に任せろ。刹那で終わる。俺はまだ強くなれる。開門。本丸までの道は開けた。気を急ぐ。承知した。あの道は進めば信長殿と交流できるかもしれないが。お前は逃げろ。これ以上俺に付き合う必要はねえ。最後までお供しましょう。開門。甘いわ。そら、肩慣らしにもならぬ。討ち死に。せいや。ゾンが役に立つじゃねえか。受けてみよう。
隙を見せたな。隙を見せたな。肩鳴らしにもならぬ。開門。ソロ。これでいい。すぐに本丸へ進むぞ。打ち死に。打ち死に。俺に任せる。俺の力の礎となれ。悔しいが、ここまでか。相変わらず腕が立つな、光秀。俺はまだ強くなれる。目には指一本触れさせん。姫が戦場に立つ限り、俺は全力で守るのみ。任されよ。肩鳴らしにもならぬ。俺に任せろ。引かない。絶対に。行くせる。俺のすべて。俺倒れても悔いはない。全力で兄様たちを倒す。おいしとの行くぞ。その覚悟に俺も応えよう。俺のすべてで。押されておるか。見切れはしない。もはや何も言うまい。行くぞ。1、2、3。刃を受けろ。任されよ。果てよ。残るは長政のみ。行くぞ。開門。俺はあんたに下る気はねえ。絶対にだ。俺にどこまでも愚直なやつだ。長政、ここで決着をつけさせてもらうぞ。見せてやる。俺はまだ強くなれる。光秀、お前もようやく腹をくくったようだ。ならば遠慮なく行くぞ。お互いに己が信じる正しきことのため、全力で戦おう。長政殿、血を見せる。勝ち抜く。
に任せる。しまいだ、浅井長政。その目、やっぱり変わったな。あんた、所詮は歌方の夢か。長政殿、俺は。言うな、光秀。分かってる。正真正銘、俺の負けだよ。だがな、どんだけ強かろうが、義に戻り、身勝手に多くの命を奪ったあんたを、俺は絶対許さねえ。鬼畜生に築ける天下は、花一つねえ地獄だけだ。因果応報、ろくな死に方しねえよ、あんた。ああ。忠告、痛み入る。ちくしょう。秀吉殿、先ほどはなぜあのような口添えを。身内とはいえ、初断をせねば周囲に示しが。勘違いすんな。別に情けをかけたわけじゃねえ。ただ使える手駒は残しとくべきと思っただけだ。この大谷での一戦を経て、織田の名はより一層広く天下に轟いたに違いねえ。おいらたちも一層気を引き締めねえとな。使えるもんは何でも使ってのし上がってやろうぜ。ああ、天下一心、俺の刃はそのために。よう、またしょげてんのか。美月、桃地さん、親父変わっちまったよな。昔の親父なら血のつながった妹にあんな冷たいこと言わないはずだ。はあ、何を言ってんだ美月。実の弟を殺した男が身内に優しいわけねえだろ。え、弟を殺してその子供を忍びの里にこそこそ捨てるやつだ。裏切った妹なんざへとも思ってないだろうよ。ちょっと待ってくれ。その子供ってまさか。待て、お前知らなかったのか。てっきり俺、お前はジップの仇に取り入って首を取る魂胆とばかり。どうやらお前の耳に入れるべきじゃなかったようだ。この話は忘れろ。これ以上苦しみたくなければな。これで種まきは済んだな。あとは花が咲くのを待つだけだ。
進むぞ、光秀。天下一新をなすまで歩みを止めてはならぬ。それが俺たちのなすべき正しきか。そのためにくすぶる火種は余さず絶やさねばならぬ。たとえ天魔と揶揄されようとも、俺は徹底的に乱世を壊す。たとえその過程で無垢な花がすすけようとも、それでも先の世に希望をつなぐことはできる。正しきを貫く。そのために俺は刃を研ぎ続けた。すべては天下一新をなすため。その子、俺にも背負わせてくれ。これを鳴らせばもう戻れぬぞ。覚悟の上だ。で、あるか。